こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいニュースはですね、この桜を見る会、安倍総理の前夜祭についてですね、国会で福山さんが追求した問題についてなんですが、これをですね、実は私、今日じゃなくてもっと前にですね、おとといかな、本当はアップしてお届けする予定だったんですけれども、ちょっと場所を変えましてね、 ある、ある公園のところで撮ってたんですよな。たまにはこう、なんていうのかな。外でやったのもいいかなというふうに思いましたね。まあ、誰もほとんど人にいないところでやっていたんですけれども。私が喋っていたらですね、急に、そうですね、70絡みの男ですかね、が現れてですね、何かわけのかわからないことをずっと言ってくるんですね。要するになんか、熱烈な安倍嫌いかなんかなんですよね。で、要するになんか、お前ら言ってることおかしいとか、別に、 おかしいと思うのは自由だけど、別に私が喋ってると、要するにこれ取れなくさせるわけですよ。あの、取ること自体を妨害しようとするわけです。びっくりしましたね。これ言論の自由があ,ある日本においてですね、自分の聞きたくないことを言ってる人がいたら、そこへ行って、ずっと邪魔してやろうっていう人もね、やっぱいるんですね、世の中には。も、ま、う、あ、ね、その人のこと取って対談でもしてやろうかなというふうに思いましたけど、議論するにもなってなくて、要するに嫌いだとは嘘つきだということをなんかね、叫んでるんですよ。で、 こういう自説柄、なんか危ないこともありそうですからね、何されるか分からないというふうに思いましたね。目つきもちょっと怖いなと思いましたから、あの、その場から退散したんですけれどもね、なんかもうやる気がなくなっちゃいましてね、こういうのってね、やっぱりね、あの、ある程度喋ってきた後にね、そうい,いきなり乱入してきて、わー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 言われるとね、またね、ここでやっててもね、言われるのかな、とかね、いうん、ふうに思ってね、まさ、あ、にね、萎縮させられてしまうわけですよね。だから安倍総理とかにね、日本学術会議によってね、あの、なんか、 言論が萎縮とか言ってるね、大騒ぎしてる連中が、私が普通に喋ってることをですね、邪魔して喜んでるわけですよ。まあこれね、ちょっとおかしな心理だなというふうに思いますけれども、まあだから今日はですね、自宅からあー撮っております。変わり映えしなくて大変申し訳ないんですけれども。いや、たまにはね、ちょっとね、綺麗なところで撮,撮ってみようかなというふうに思ったわけですよ。今ほとんど人もいませんですからね。で、やったんですけど、そのおじさんがあ乱入してきて、ちょっと無理になってしまったとういうことなんですね。まあ びっくりしました。まあ話を戻しますと、この福山さんが国会で追及されたということなんですね。で、これは黒岩さんという人も追及されてましたけど、同じなんですけども、まあね、端的に言ってしまうと、聞く意味がないですよ、ほとんど。皆さんね、あの、動画で国会のこれ、質疑のやつ全部聞けます。ですから、あの、もし興味がある方はね、 聞いていただきたいというふうに思いますけれども、時間の無駄感はありますよ。これはっきり申し上げて。私もね、えー、今日の朝、改めて、この話を聞いて、で、それでね、文字起こししようと思ったんですよ。皆さんにご紹介するためにね。だけどね、なんかバカバカしくなっちゃって、結構長いんですよ。15、6分やってるわけですけど、それで文字起こししていくのがね、なんかもう嫌だなというふうに思って、で、やめてしまったんですけど、じゃあ、 産経新聞にちょうど、あの、エッセンスというかですね、書いてましたので、まあ、これで十分だろうというふうに思いますので、こちらでご紹介します。何の問題かというふうに言ったら、費用補填の問題ですね。これ何回もありますけれども。安倍総理としては、前総理としては、秘書の虚偽の報告を受け、国会で事実と異なる説明をしてきたということでした。でこれは何回もこの場でも説明、えー、申し上げた通りで、ポイントはですね、これを、えー、安倍総理自体が、 えー、嘘であるということを知って、いいやっちゃえと言っていたのか、それとも本当に知らなくて、 言われたことを国会で言っていただけなのかと。まあ、こういうことを、ここがポイントなんですけれども、でもそれはですね、証拠がないわけですよ。要するに、安倍前総理が全て知っていてこうやったと。言うならば、その証拠なんか出さなくちゃいけないけど、それは、まあ、非常に難しいですよね。で、おそらくですね、それはもう実際に、いや、そこまで知らなかっただろうし、となるとですね、この問題はここで終わりなんですよ。それ以上追及できないのが現在の法制度であるということは何度も私申し上げてると思います。 で、こうやって言ってます。7年8ヶ月も首相だった方が、秘書がやった、自分は知らなかったと何度も秘書に責任をすりつける言動に残念な思いを持った。その上で、えー、首相自身が潔くけじめをつけるべきだと迫った。えー、わかりませんけれども、秘書がやった、自分は知らなかったと。 あいうのはですね。まあ、これは、要するに責任なすりつけてるっていうふうに言いますけども、これは本当に責任をなすりつけてるのか、事実言ってるだけなのかっていうのは、私の方ではわからない。 わからない以上ですね、この、え、秘書がやった自分を知らなかったということを信じるしかないだろうというふうに思いますが、それが嘘であるというならば、やっぱりね、証拠を出さなきゃダメだと思うんですよ。こういうことがあるから嘘じゃないかとかですね。そういったことをやらなくちゃいけない。ところが、これをね、なんか、繰り返し繰り返しって言って、で、相手がね、安倍総理が答えるためにね、やっぱりなんか、質問ダラ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 長く答えて、 総理時代と変わらないじゃないですか。もうね、なんかこう、ぼやくんですよね。でもそれがね、全然ね、心に響かないし、追求もね、もう聞いていること以上のことは出てこない追求なんですよ。で、最後は、疑惑は深まるばかりだって言うんですよ。もうこれも決まってるわけでしょ、最初から言うことは。だって、安倍総理だって自分で説明して、国会で説明したこととね、内容は違うこと説明するわけないわけですよね。で、質問してる内容も同じなんですよ。 だったら同じことを答えるしかないわけですよね。そうするとですね、これ聞いてること自体がね、あんまり意味がない。で、次は承認関文だと言って行きまえてるんだけれども、なんかね、こんなことをずっとやり続けるのかなというふうに思わざるを得ないですね。 で、えー、福山さんはですね、一番最初に、今日コロナの感染者が800人超えておられますと。で、こういった時に桜を見る会の前夜祭で、えー、安倍前総理に質問していることに内心じくじたるものがありますというようなところから冒頭始まるんですよ。くじたるものがあるんならそんなことしてるんじゃないというふうに思うんですけれども、なんかね、よくわからないですね。でもこの国会で安倍総理が嘘をついたと。 言ってるんならば、それが嘘であるっていう証拠を出さない限り、ちょっとそれは悪口、ただの批判というよりも悪口にしか過ぎなくて、で、その悪口に乗っかって何かをやろうとする限りですね、全部印象操作の域を超えないと私は思っております。え、つまり、あこの先日も申し上げた通り、朝日新聞はね、なぜ秘書だけがとかね、これもう完全に印象操作でしょん確かになんで秘書だけなんだよ。んん 本人はみたいになるけど、よく法律とか、あの、ご、調べてごらんなさいと。それ、どうやったらそこに追及できるのかねそれできないじゃないですか。うん。だとしたら、けじめをつけるべきだ。けじめをつけるって、な、なんですかこれ、暴力なんかヤクザかなんか、ゴドファーザーの水井かなんか知らないですけれどもね。なんかわからないけれども、けじめをつけるって、どういうことですか具体的に。議員辞職しろってことですかだったら議員辞職しろって言った方がいいじゃないですか。わかりにくいですよね。けじめをつける。 まあ、潔くとかね。その、潔くないですよ。かっこ悪いとかね。なんか言ってるけど、相当かっこいいのかなと思って見てたけど、全然かっこよくないですよね。ご本人もね。これ何を言ってるのかわけがわからんというふうに私には思われてならなかったですね。そんなことをですね、まあいろいろ説明しようと思っていてで、私もちょっと家にですね、来てですね、そういえば撮ってあったものがあったなというふうに思い出しまして、報道特集をね、見てみたわけです。で、報道特集はね、まさにね、このね、 福山さんが言ったことをと、こ,こうね、もちろんですよ。<laughs> 福山さんが電話かけて、その中やったとかそういうことじゃないでしょうけれどもね。なんかまるでこうしてるんじゃないかと思うぐらい似たようなこと言ってるわけですよ。で、何を言ってるかっていうとですね、まずね、この、カ平重ラさんという方はですね、でこんなことをねえ、言ってました。一番最初。数ある嘘の中でも最も卑怯な嘘は、他人に罪をなすりつける,つけるためにつく嘘だと思います。 コロナ禍で苦しむ世界の中で嘘をつかないというルールがいかに大切なことか私たちは今思い知っています。んまあ、数ある嘘の中で最も卑怯な嘘が他人に罪をなすりつける嘘なのかどうかとこれはわかりませんよ。いろんな嘘ありますからね。でこんな一般化できるのかなというふうな気がしますけれども、これはなんか安倍総理についてなんか言ってるのかなというふうに思わせるんですが、で、その後一転して、 この中で苦しむ世界の中でと言ってるから、じゃあ違う話なのかなというふうに思うんですね。で、嘘をつかないというルールがいかに大切なことか私たちは今思い知ってます。うん。本当にね、そうですよ。嘘をついちゃいけないと。これね、あの、日本国内で大騒ぎしてないんで、中国とかね、韓国とかに向かって言ってほしいなと思うんですよね。約束を約束として守らない国じゃないですか。ね。でそれ、例えばですよ、もう、 日韓基本条約結んだ段階で、もう何十年も前に終わった問題をまたね、あの、ぶり返して、で、日本に請求してくる。もう嘘つかないでくれよと、みんな思ってるわけですよ。日本人は多くは。で、なぜそれをね、彼らはね、言わないんですか私はね、数ある嘘の中で最もね、卑劣な嘘はね、国益を害するようにね、うつく嘘だと思いますねで。同じ国民でありながらですよ。で、何のためにそんな嘘つくのというふうに思う。例えば、他にもありますよね。 中国の問題に関して言うならばですよ。尖閣諸島をね、棚上げ論みたいなのがずっとあって。で、これは田中閣営の時以来ですね。それに、どっちのものか曖昧にしておきましょうと。で、東小平がですね、我々の世代は知恵が足りないと。我々のね、もっとね、あの、将来になると、もっと賢い人が出てきて、なんか立派な解決策を考えてくれるかもしれない。おお、中国4000年の知恵だと ただの嘘ですよ、これ。簡単に言うならば。要するに自分たちは実力が足りないと、今の段階で。今の段階で正面からぶつかったらです。衝突したら、日本、アメリカに対して中国が勝てないと。その間はずっと棚上げにしといて、自分たちが実力をつけたら我々もらいますよと。まあ、こういうことを言ってるわけですよ。まあ、単的に言えば時間稼ぎのための嘘なわけです。言い訳なわけですよ。 で、こういうのに対して言い方にしてくれよということを言わなくちゃいけない。あるいはですね、もう、でたらめなことをいろいろ言ってくるわけでしょ。で、これに対して一つ一つ言わなくちゃいけないというふうに思っているのは、私は見ててね、この報道特集っていうところで、日本の側の立場に立ってですよ、この中国や韓国の問題に対して、これはおかしいよという問題提起をしているところをね、まあ、そんなに私もおっちゃじゃなくて、最近ね、見るようになった、まだ、あの、 花なたれ小僧ですからね。何とも言えない。ニューあの、初心者みたいなもんですからね。報道特集、初心者ですよ。だけど見ててもね、一回もそういうのを感じたことないですね。こう、きちんとして言ってるっていうのは。だからまあ、そういうことの話で言うと、なんでね、こんなことをいきなり言い始めるのかな、というのが非常に疑問に思っていたわけです。しかもね、他人に嘘を、罪をなすりつけるために嘘をつくっていうのは、これ、安倍総理のこと言ってるなら、コロナ禍で苦しむ世界って、 なんか話は随分大きく変わるけど、なんなんだろうというふうに思ったらね。まあね、この番組のテーマがコロナ禍で苦しむ人たちっていうのをずっとやってたから、そこに引っ掛けないといけないということで多分やったんでしょうけれどもね。でも、話の筋が繋がってなくて、ちょっと、ちょっとね、無理やりなコメントやなという気がしました。で、最後のところがね、私は見ててね、すごいなと思ったんですよ。こういう感じです。危機が本質を炙り出すっていうふうに言われてますね。 これね、危機が本質を炙り出すっていうふうに言ってるっていうのは、これをね、あの、ご本人はご存知かどうか知らないけれども、 あの、危機の時代にこそ本質が現れると。こういうふうに言うと、カール・シュミットですね。カール・シュミットっていうドイツのですね、まあ学者で非常に優秀なんですけれども、まあこれがナチスとですね、非常に神話的であったということで、まあ戦後は相当批判されています。ただ、日本ではカール・シュミットの研究が結構進んでいるのはですね、丸山正夫という、東大の、まあこれ、基本的に左派のですね、知識人が、あの、 シュミットのこと結構好きなんですね。だからシュミットについてはまあ、結構研究されていて。で、政治的なものの概念とか、まあ、えー、面白いですよ。斬新で面白い。で、まあ彼が言ってるのは、危機の中で本質が出てくるよということなんですね。つまり、平穏な時にはあんまりね、見えてこないんだと、本質っていうのは。本質っていうのがパッと出てくるのは危機の時代なんと私もこれね、ある意味で当たってるというふうに思います。 だから、例えば危機の時代に本質が現れるなんていうのはね、私は一番、あの、通説に感じたのは、今年になって、このパンデミックであるということになって、何が起きたかって言ったらですね、例えば、e、EU って、ありますよね。EU っていうのは EU として、何か全体としてね、対策をやるっていうことよりも、最終的にはね、フランスとか、ドイツとか、国家が国民を守るっていうのに全面的に出てきましたよね。いつも、 あの、平和の時であれば EU っていうのに任せて国家ってそんなに出てこないんだけれども、最終的には国家っていうのが出てくる。やっぱ、最終的なところでやっぱり出てくる力を持つですね、この国際政治の中におけるプレイヤーっていうのは、やっぱり国家なんだということが、私は危機の時代の中で現れた本質の一つだなというふうに思いました。よく、あの、なんか国家を超えてとかね、もう国家の時代は終わったとかね、コスモポリタンだとかね、いうことをおっしゃる方いますよ。 危機の際でなければね、平時の時には寝ぼけたおっさんがいるぐらいの話で結構なんだけれども、やっぱそういう,もう危機の際にはね、通用しない議論ですよね。で、そうやって考えてみると、ここの部分は私は賛成ですね。危機の際に本質が炙り出される。これはあると思います。で、何を言いたいか。コロナのパンデミックの中で人々は何が本当に大事で、何が嘘っぱちなのかに気づき始めているような気がしますね。本来はそのことに敏感でならなきゃならない政治。 政治の混迷ぶりっていうのは私たち一年日本で見たきたんですけど、今週のね、安倍前総理の立ち位振る舞いを取材していてですね、えー、絶望した。あーうーんって言った後に絶望した。えー、彼らにはおそらく民というものが見えていないのではないか。民って民主主義の民、民ですね。何か別の世界に住んでるみたいなね、国会で118回も嘘をついて、秘書がやった、自分は知らなかったと言い切る態度を見てると。 私は、員辞職に値するというふうに思います。安倍のマスクをはじめとする、後世に語り継がれるような愚策をですね、数々を見ていると、コロナ対策というのはすぐには収束しないと腹をくくって、有権者はきちんと救いを求める声を上げなければならない。私たちメディアもですね、そういう民の声をしっかり伝えることが必要だと改めて思うと、まあ言ってるわけですね。ここでね、私が注目したいなというふうに思ったのは、まずですね、なんかね、 えー、コロナのパンデミックの中で人々は何が本当に大事で何が嘘っぱちなのかについて気づき始めているような気がしますと言ってるわけですよ。つまり、この日本の国の国民も何が大事なのか気づき始めているということは今までは気づいてないわけです。この言葉をね、真に受けると。とそれとですね、気づき始めた。じゃああなたは、私も一緒に気づき始めたことは言ってないわけです。私はずっと気づいていると。国民はようやく、 気づき始めたと。と遅れてはいるけれども、頑張れよ、お前たち。おい、俺もか、やっと分かってきたか、俺の気持ちが。みたいなね。これすごくね、上から目線だと私は思いましたね。聞いてて腹が立ちましたよ。なんでそんなに髪は気づき始めているなんてね。そんな偉そうなことをね、これ言われなくちゃいけないんだというふうに思ってびっくりしましたね。 それからですね、えー、でも、まあ、これが本当だとするとならば、私に言わせるとですね、人々は何が本当に大事で、何が嘘っぱちなのかについて気づき始めているとしたらですよ、私から見るとですね、何が本当に大事で、何が嘘っぱちなのか、嘘っぱちの方は分かりやすいんじゃないですかね。例えば、報道特集とかですね、こういうメディアがあんまり、 中立的でないっていうことに気づき始めてるんじゃないですかね。だから、テレビとか新聞とかに対する不信っていうのがすごく強くなってるような気がします。で、これはね、本当に、あれちょっとおかしいんじゃないのというふうに気づき始めてるんじゃないでしょうかね。私はそういうふうに思います。何が本当に大事でこれは大事なことなんですよ。むしろね、大事なものっていうのはね、結構難しいですよ。だからこれはね、これ、 この人のね、多分ご意見によれば、反安倍、反自民って言えば正しくて、それ以外は嘘っぱちだというふうになるんだと思うんですけれども、そうじゃなくてですね、本当に大事なものってのは何かって言ったら、日本という国がこれから先もですね、独立を守って平和で、で豊かであり続けることの方策は何かと、それが大事なことなんですよね。でも、その大事なことってのは、 結構難しいですよ。そんな、はい、これが大事です。はい、これ違いますと、こう、パン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 できない。だから、ここについては、あ、これ本当かな嘘かなと、こう見ながらですね、いろいろ行かなくちゃいけない。というふうに思いますね。で、政治の混乱ぶり。うん、まあ、私は政治の混乱よりもなんか、マスメディアと野党の混乱ぶりの方がすごいんじゃないかなという気がしますけどね。で、ここが面白いですよね。安倍前総理はですね、え、民というものが見えていないと。と 何か別の世界に住んでいると。要するにエイリアンだと言いたいわけでしょなんで、その、いや、同じ日本に住んでますよと、あなたこそどこから見てんですかという感じがしますよね。だから私は、ね、こういう表現がね、やっぱりね、おかしいと思いますね。118回も国会で嘘ついて、秘書がやった自分は知らなかったと言い切る態度を見てると。私は議員辞職に値するというふうに思います。じゃあこれ、秘書がやった自分は知らなかったって言わなければ議員辞職しなくていいってことなんですかね。これおかしいでしょ どっちにしたって最初にある答えはね、議員辞職しろなんですよ。この人たちからしたらね。で、それに対して理屈をつけるために、秘書がやった自分を知らなかったっていうのはおかしいと。だからこれ、お話なんですよね。この、え、な、何がいけないというふうに言ってる時に、もうね、最初に言ってたのは、なんかこう悪いことやってたと。でも次は違う。秘書のせいにしてるからやめろと。今度は話がすり替わってきてるわけですよね。私はね、これね、全くあの、話にならないと、というふうに思います。もちろんですよ。安倍前総理のやってることが全部正しいなんて言ってるわけではないですよ。え、そのちゃんと書かなくちゃいけない。 記載しなくちゃいけないものが記載漏れてたわけですからいやこれは記載漏れてるのをきちんとやらなくちゃいけないと、それは総理だってご存知の通りなんですからその通りやればいいんですだけどそれ以上のことをですねそこで求めていくっていうことはねやっぱり無理があるだろうとこういうふうに思いますそれから安倍のマスクをはじめとする後世に語り継がれるような愚策後世に語り継がれるような愚策って アベノマスクってそこまで愚策だっていうふうに言われる何か愚かな選択だったんですかね。私には全然思えないですね。そんな実害とかあったんですかね。アベノマスクのせいでですよ。例えば、あ病気が拡大したとかですこれだったらあ、あの、本当に歴史に残る愚かなあ愚策というふうに言われてもいいかもしれないけども、その必死にな何とかして止めよう、マスク不足解消しようとかですね、いう中でやってきたことであって、別にこれ愚策っていうふうに言われる筋合いはないというふうに思いますね。私にとって、後世に りがれるような愚策と言ったらですねやっぱり、まあ、ぐというかですね、愚かな発言というのはあったとするならば、あの、鳩山総理がですね、トラストミーとか言って、もう私を信じてくれとか言っといて、何にもできなくて、外国の新聞からルーピーって、おバカさんですよ、ルーピーっていうのは。おバカさんとまで書かれてると。 これはね、本当に愚かだったと思いますね。だから、愚かであったということはありますよ。で、これは語り継がれるかもしれないです。日米同盟がガタガタになったという意味においては。まあ、それ以外にもですね、愚策っていうのは上げていけばいくつもあるだろうというふうに思います。自民党の中で言うならば、例えば河野談話なんてのはこれどうなんだというふうに思いますしね。そういうのは愚策だと言われてもいい。ただ、アベノマスクは後世に語り継がれるような愚策かって言われたら、 そりゃ違うんじゃないかなというふうに思います。まあ、愚作だぐらいまでならいいですよ。別に嫌いだとかね。でも、後世に語り継がれるって。そんなに語り継ぐことないんか、この国はというふうに思いますよね。で、コロナ対策というのはすぐに収束しない。これは日本も多分間違ってますよね。えー、コロナ問題というのはすぐに収束しない。対策が収束しないっていうのはちょっと変ですからね。で、有権者はきちんと救いを求める声を上げなければならない。これまた有権者に説教するわけですよね。声を上げなければならない。って で私たちメディアもそういう民の声をしっかり伝えることが必要だ。まあ、わ分かりませんけど、この方の議論をね、聞いていて思うのは、つまりね、全日本民代表なんですよ、この人は。で、全日本民代表である、私の気に入らないことを言ってる奴は、別の世界に住んでるやつだと。こういうやり方なんですよね。で、私ね、そんなにね、この、うん、金平さんという人がね、日本の、 全国民の民をですね、代表する権限はどこにあるんだというふうに思うわけです。で、私なんかはですね、この問題について別にもう、いいですと。安倍総理はむしろ憲法改正のために頑張ってほしいと。一議員としてでも頑張ってほしいと思ってる私は、 じゃ別の世界にいる民じゃない人間という風になるんですかね私一応日本国民でですね、で日本を良くなれと思ってね、いろいろ意見も発信してますしね、いろいろやってるんですけれども、私もこれは民じゃないんです。じゃあ私一体何なんですか王様ですか何ですかという話になってくるんだけれども、まあそうするとですね、どっかあたりから聞こえてきそうですよね。お前は人間じゃないとかなんかいうね、声が聞こえてきそうな気もしますけれどもね、どっかの二郎あたりからですね。 あ、それ恐ろしいですけれどもね。まあ、私はね、こうやってね、私たちはこう思う、あなたはこう思うっていう意見の違いはまだいいんですよ。それはあって当たり前だから。ところが、我々こそが民の声であると。 ね、天聖人語なんてのもまさにそうですよね。なんかもうなんか自分は天の声でしょ、今度は。天聖人語とこれもすごい朝日新聞の名前だなと思います今回はね、全日本民代表をね、語ってるわけですよ。私はね、少なくともね、自民党に一票入れたことありますけどね、この方に一票入れたことないんですよね。で、なんでそんなに私は国民を代表してるっていうふうに言えるのか。誰がそれをあなたに代表してくれて頼んだのか。 これ不審に思いますね。やっぱりそうするとですね、やっぱりもうそこから思うのはですね、私にとって言うならば、彼自身がですね、日本の民の声を代表してるっていうのは、私から言わせたらですね、これは嘘なんですよ。数ある嘘の中でも、最も悪質な嘘。だと私は思いますね。だって、 他の意見の人だっていっぱいいるじゃないですか。なのに自分たちの声だけが民の声だというふうに言っちゃったらね、他の人はじゃ一体何なのっていうふうになってきますね。こういうね、なんていうのかな、あの、白か黒でね、自分たち以外は全部悪みたいなね、こういう発想、別の世界に住んでんだというようなやり方っていうのはね、こ非常にね、危ないやり方ですよね。だから私はこういうやり方に対して、今の時代に YouTube っていうのは私はこれ大事なことだと思ってます。つまりテレビっていうのはね、流れていくから、その場で聞いてたら、 へえーと思って、特に理由も何もかも覚えてないけど、なんとなく印象だけ残るっていうのはテレビですよね。きちんと録画して全部見て、で、文字起こししてまでやってる人ってなかなかいないですからね。でも、新聞だと後で証拠になるじゃないですか。 テレビは証拠にならんから、やっぱりこういうものをきちんと検証して、この批判しておくっていうことはね、今だけじゃなくて、あと何年か経った時にもですね、私は役に立つと思って、それで、まあ文字を起こしたりですね、いろいろやってるわけです。まあだからこれも、今後もですね、ちょっと、まあ、まあ今報道特集しか、あの、きちんとやってないんですけれども、やり続けていきたいなというふうに思ってます。で、これも、あの、報道特集は今年最後ですということでしたから、この、あの、メディアチェックは今年私、メディアチェックというか報道特集のチェックは 今年最後になりますけどね。えーまあ、まだこれからもですね、今年あと何日かあ続けてまいりたいと思いますので、えー、ぜひ皆さんよろしくお願いします、えー。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際してご支援を賜られる方は、記の振込講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。こんにちは、岩田敦です。 今日はですねちょっとですねお願いというか新しいですね制度を導入させていただくということで皆様にお願いいいを申し上げたいと思いますそれは私もあまりよく知らなかったんですけれども YouTube にはこのメンバーシップという制度がございましてでこの月にですねいくらかずつですねサポートいただくとこの動画をですね続けていくに際してご支援を賜れるというシステムがある ということを聞いてですね、これをぜひ、このやってみようというふうに思いました。で まあ3つですね、えー、作りましたでサポーターマスターグランドマスターということで、えー、これそれぞれ、えー、あるんですけれどもまずですねその前に、えー、確認しなくてはいけないのは私がこの動画「岩田淳チャンネル」というのを作っているのは、えー、何もですねその金銭的に、えー、この収益を得ることを第一の目的としているわけではなくて、えー、やはりですねあのテレビ や、新聞がしっかりと伝えていない情報や、あるいはですね、政治、哲学のものの見方とかですね、外交の、例えば中国や北朝鮮の背景にある思想とは何かとか、アメリカ大統領選の本質は何だとか、そういったですね、テレビやマスコミで言わないですね、ことをきちんと国民にお訴えしたいというところが、 第一にあります。ですから、今後ですね、このシステムを導入したからといって、その、何もですね、その、この、メンバーシップに参加していない方に不利益があるかと言ったら、不利益は全くないということをまず申し上げておきたいと思います。ですから、これはですね、あくまでお心をいただくと、この番組頑張って続けろうよという意味で、このシステムを導入させていただきました。 でえーまあ、ただですね、ある程度あの高額のご支援を賜られる方に関して言うならば、月に1本以上ですね。 えー、一本か、えー、公演をやるとあるいは、えー、どこかで私今ですね本当にちょっとこの中国初の,おこの流行り病のせいで講演会があこう滞ってしまってるんですけれども大体私はですねこの病さえなければ月に何回か講演してるんですよ。でその講演の模様を、えー、無料で、えー、こう配信。 もちろん、相手のご許可いただいた上でですけどね、をできたらなというふうに考えております。で、さらにですね、このグランドマスターという方々においてはですね、まあ、できればですね、まあ、実際にお会いして、で、お食事会とかですね、そういったものを開く形で、まあ、あの、御礼申し上げたいというふうに思っております。ですから、まあ、この、全くですね、この、金銭的にね、 その自分も見るだけであいいんだと。これはもう全く結構な話でございまして、見ていただけるだけでありがたい。で、その見ていただいた内容を、えー、ぜひですね、近くの方に、えー、こう教えてあげていただきたいなというふうに思います。えー、例えばあ、本当の国内の政治のものの見方とかですね、歴史の,おこの、例えば豊臣秀吉が奴隷解放でですね、やっていたとか、まあ、いろんなことあると思いますけれども、学校やあテレビで教えないこと、 でそういったことをですね、周りの方に、あの、こう、ちょっとした時にですね、お話しいただくだけでも、私はありがたいというふうに思ってますし、日本はそれでですね、少しでも日本人としての誇りが取り戻せるということになれば、私はこれがまず第一に喜ばしいことだというふうに思っております。でで この番組を続けていくに際してですね、本当にあの、まあ、いろいろ機材を買ったりですね、まあ、コンピューターもですね、結構壊れたりですね、えー、マイクを買ったりですね、まあ、そういった、あ、細々としたものがですね、えー、結構お金かかってきますので、そういったものにですね、えー、ご支援を賜られる方は、ぜひですね、このメンバーシップに入っていただいて、 でこの番組の継続をですね、共に、まあ、支えていただけたらなという趣旨でございます。ぜひですね、この経済的に余裕のある方はですね、ご支援のほどをですね、こういう形でしていただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。